はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日こちらの、ね、N ワゴンの方に、ね、なります。で今回ね広島県の方から2回目の来店ですね。前回は80のボクシーかな、まあ、そちらの方で、ね、来店していただきました。で今回はこちらのね N ワゴンの方でね来店したっていうことです。で今回の作業ですけど、まずエアコンメンテナンス、ちょっともう時期的に寒いんですよね。もう格好見てもらうと分かると思うんですけど、もうちょっと寒いと、今日なんか雨降っててめっちゃ寒いですけどね。エアコンメンテナンスとエバポレーターの清掃ですね。これちょっと今日いきなり言われたんで、ちょっと開けてみて、まあ、アクセスが容易にできるかとか、まあ、そういった部分もあります。であとね CVT フルードですね、こちらの交換の方をやっていきます。それではね皆さん動画のご視聴の方お願いします。それではねやっていきますね。まずは、まあ、CVT フルード交換をするんで邪魔なものを外していくという形になります。でまあ寒い寒いとは言ったものの、まだね季節的にこれね10月ぐらいっすね。もう動画めちゃ遅れてますみたいな感じになってます。まだかまだかと待っている方もねたくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、もうほんと申し訳ないね。なんか季節が若干ずれ込んでるみたいな。でねえ、たまったらね毎日投稿に前したりとかしてたんですけども、それもやる余裕がないみたいなね。もう作業も多すぎてもうね宿泊してるかなって感じです。今もう年末が近づいてきてますからね。結構業者さんとかがまた挨拶回りに来てね、まあ来るのは全然いいんですけど、サムさんも結構来ると相手するタイプなんで、まあ1時間2時間3時間とまあ話したりするんでですね、そしたらもうその日仕事できなくて終わったみたいなことはねよくあることです。でオイルパンを開けて、そしてこちらですねストレーナーですね外していって、でこの後にねまずどんなものかと見ます。まあ鉄粉それなりについてますね。であとここからねバルボディですね外していきます。でねなぜかホンダのこの手の車はねバルブボディ警察がよく出動するんですよ。何なんでしょうね。なんかだから、いやこれ今回やるんでいいんですけど、やってない動画はなんで買えないんですかとかね、そういったことを言ってくる方が多いんですけど、そういう人って多分ね、じゃあこういった変えてる動画は見ないんですよね。何なんだって言いたくなりますね。まあ、ですんでね、やってるのもあるし、やってないのもあると。まあ、当然ね、見積もり依頼なんかが来たら、まあそういったバージョンの見積もりとかも添付したりするんですね。だから外すパターン、外さないパターンみたいなね。まあそういったのとか、まああと車がね、新しかったらまだそこまでしなくていいですっていう方もね、いたりもしますけどね。だからまあそういった感じで、まあホンダの車だとね、この手はね、本当だけど、とんでもねえとこにね、フィルターがついてますよね。日産、スズキ系とかはね、側面についてるんで、まあ、簡単にね、外せるようにね、フィルターが外せるようにしてるんで、こんなものを外さなくてもいいっていうとこ。これ意外にね、やっぱり、いや、作業的にはね、やらなくていいんだったらやりたくないっていうのが本音ですね。で、こちら外しました。で、上にあるね、こちらですね、フィルターですね、こちらの方を外していきます。で、まあ確かに汚れてるのはね、汚れてますけどね。で、新しい方に変えて、そしてクリップね、サークリップ止めて、そして装着をすると。で、バルボディもはまってますけど、バルボディを外した時にあるなんか筒みたいなのにオーリングがね、10個ぐらいとかついてるんで、まあそちらの方も交換して、で、バルボディも難なくはめてますけど、あれ結構センターの位置取り重要なんでですね。で、あとこちらですね、マグネットの方は、まあまあ鉄粉がやっぱついてますね、汚れてますね。で、こちらのね、マグネットの方を清掃していって、特にホンダのね、車はね、無限鉄粉なんでね、バルブボディ側もね、結構黒ずんでますからね、だからバルブボディもしっかりと掃除して、で、最後に、組み上げた後に芯を入れるんですけど、やっぱバルブボディを外すとさらにね、フルードが出てくるんで、まあ、それそこ量が入るみたいな感じです。だから通常であれば3リッターぐらい入れるものが4リッター入れたりとかっていう風になったりとかっていうのもね、あります。で、清掃後はね、このような感じで綺麗になりましたね。で、一回結露してる部分を綺麗に掃除して、で、あと専用のジグですね。さっきのオイルクーラーの場所に専用のジグを装着して、で、芯を4リッターですね。こちらの方を入れていきます。で、その後にエンジンを始動して、まあ、ね、CVT の油温を上げつつ、芯油4リッターの洗浄効果ですね。そちらの方で汚れが浮きますので、まあ、そこからね、圧送効果に入っていくっていう流れに、ね、なります。で、エンジンの方をね、始動します。そうすると、まあ汚れがね、どんどん出てくるんで、そこからね、圧送交換ですね。今からやっていきますね。圧送交換1回目、ね、6リッターですね。こちらの方回していきます。まあ、色味としては、まあ、透けてるのは透けてますよね。後ろのメッシュが透けて見えるんでですね。距離的には5万キロぐらいです、走行距離は。で、こちらの方を変えていって、
て、まあどうなっていくか。まあ一番の見ものはやはりこのホンダの無限鉄粉。今回の動画は交換をして、じゃあそこからフラッシングタイムを置いたらどんな色味になってるか。そういったのをまた見てもらいたいんで、終わった時の色味。そして、あの施工前のまたね、色味っていうんですかね。まあそちらの方を見ていただければと思います。で、こちら終わりましたね、1回目が。で、どうでしょう。今もう一瞬で分かりましたかね。黒くなったのが。こんな感じですよ。で、鉄粉がね、うにゃうにゃ泳いでるみたいな感じです。で、ここからね、圧送交換2回目、6リッターですね。こちらの方入っていきます。で、まあこちらのね、こういった車、ね、やはりホンダの車は特にそうなんですけど、ね、やはり、こう、鉄粉がいっぱい出ると。で、この軽自動車のタイプじゃなくても、例えばフィットとか、まあその辺とかもそうなんですけど、まあ結構ね、ひたすら出てくるみたいな感じですね。特にね、やっぱりね、あの ATCVT 比べたら CVT の方が圧倒的にその傾向があるかなっていう感じはね、します。で、これでね、6リッター2回目ですね、終わりますね。またこの色味を見といてくださいね。綺麗に透けてますよってなったら、こんな感じなんですよ。またこんな感じでね、汚れてると。ね、親友と比べたら汚れてますよね、みたいな感じですね。で、3回目ですね、6リッターですね、こちらの方やっていきます。だからまあこういった車の方でこの前こそね、なんかね、作業しますっていう N ワゴンだったかな、確かその方がいたんですけど、あの年末ぐらいにね、来ることなってたんですけど、急遽もうキャンセルみたいな感じで、もう部品頼んでますよって言ったら、ね、もうとりあえず部品代は払いますんで、みたいな感じでもうキャンセルになりましたけどね、延期でも結構ですよって言ったけど、もういつ来れるか目処が立たないっていう風な感じで言われたんで、まあそれはそれで残念かなっていうところですけど、まあまたこういった動画を見てもらって、まあまたやる気を起こしてね、いつか来るっていうのをやっていただければ嬉しいなとは思いますね。で、3回終わってまあね、綺麗にはなってるんですけど、やっぱりちょっと黒ずんでるみたいな感じですね。まあとりあえずね、ちょっとキリがないんで一旦ここでね、行きますね。で、やっぱりこう親友と比べると若干黒みが出てるかなという感じですけど、まあだいぶ汚れも浮かなくなってるんじゃないかなと思います。 SOD1、 そして親友1リッターですね、こちらの方を入れて、で、その後にね、ジグを戻して、ジグを戻すときにオーリングの方もね、交換してます。で、あと、油量調整。これがちょっとめんどくさいんですよね。エンジン切って、なんか、こう、何秒以内に見ろみたいな、なんかよくわかんないシステムなんで、そこら辺がめんどくさいかなっていうところですんで、二人一組でやるとやりやすいです。一人だとあっち行ってこっち行ってとかすると結構時間ロスするんでですね。で、こちらの方ですね、こんな感じで。で、交換前と交換後はこのような感じです。で、次の作業ですけど、次はエバポレーターのね、清掃の方をやっていきます。こちらの方もね、まあ、オーダーをいただきました。で、ホンダのね、多分このタイプ、まあ、多分 N シリーズ全般そうだと思うんですけど、非常に経路が狭いと。だから、まあ、やりにくいのはやりにくいですね。まあ、一応ね、こういった感じで、こちらのカメラと、あとちょっと画面上側にちょっとチラッと映ってるんですけど、一応ダブルカメラでやってるんで、この手前のカメラの映像を今別のカメラで撮ってるんですけど、作業をするヨーマンくん側はもう一個先にあるカメラですね、そちらの方で映像を見ながら動かしてるような感じに、ね、なってます。で、こちらの方で今ね、掃除していって、まあこんな感じでちょっとなんかこうね、濁ってるという感じですね。で、まずこれがね、綺麗になるまでどんどんやっていくという感じです。なかなかね、撮れないですね。まあタバコ吸う人の車とかと比べれば全然いいのかなとは思うんですけどね。で、だいぶここで綺麗になったんで、ある程度綺麗になったら、また今度ね、洗浄用の薬品ですね、こちらの方を使って、さらに洗浄の方をしていくという形です。ですので、一発目やるときは、水で洗浄したりもするんですけど、あと洗剤ですね。まあ、こういった専用の洗剤ではない洗剤を使って、この辺はね、やっぱり洗剤代が高いんで、まあ、別の洗剤を使って、ある程度落としてから専用洗剤で、とどめを刺すみたいな感じです。で、それでさらに攻めて、で、その後に、抗菌剤ですね、そこをぶっ放していくみたいなね、感じになります。まあ、ですので、このような感じにですね、エバポレーターの清掃をしていくと。やはり、こうすることでね、匂いはかなりね、軽減するっていうか、まあ、良くなりますね。ただ、やっぱり雑菌が繁殖すると、また臭くなるんで、まあ、大体年1ですけど、まあ、大体、イメージ的には2年はね、なんかいけるかなっていう印象はありますけどね。せめてこの抗菌剤だけでも毎年してやると全然違うんじゃないかなと思いますね。こういうシンプルなタイプのカンカンのやつだったら、まあ自分でもできるんじゃないのかなと思いますけどね、皆さんが。で、今回こっち使ったのはやっぱり経路が狭いんで、まあ、あっちの方が動かしやすいと。で、
ちなみにエアコンの温度は 6.7 度から今からね、こうやっていきますけど、これはね、ちなみにエアコンメンテナンス、まあ動画的にはこういう順番になってますけど、エアコンメンテナンスをしながらもうその間でエバポレーターの清掃してるって感じです。で、さっきのカンカンのやつも、なんかアダプターがあって、針金とか中に通ってるタイプだったりとか、外に鉄の筒を入れ、ね、通して、曲げたりとかできて、ね、角度決められるとか、そういったのもありますので、まあそういうジグをね、細かく使ってやるといいです。ガスは320で 275g ね。で、ね、45g 少ないっていう結果になってます。で、イメージ的になんかホンダのね、やっぱりこう車、ね、この手の車は、なんかエアコンはなんか匂いがね、臭いような印象があるんですけど、どうなんでしょうね。まあその使用してる人の環境にもよるのかわかんないですけど、例えば内装のなんか物から匂いが拾ってるのかとか、そういったのもあるのか。どうなんでしょうね。で、エアコンのメンテナンスですね。こちら、配管内フラッシングですね。液化したガスで、9回ですね。フラッシングをしています。で、ね、9回して、まあ、エアコンのオイルの規定量とかがあると思いますけど、まあ、そちらの方より少ないとなった時は、まあ、車の年数、距離等を見てまた判断して、必要とあればそれ以上フラッシングをかけることもあります。で、そうすることで、またさらに抜けてくることもあるっていうことです。だから、9回施工しても、抜けないときは抜けないし、まあ、少ない回数でも抜けるときは抜けるし、あ、もちろんね、じゃあ洗浄回数を多くすれば、あと汚れとか詰まりとか取るっていう部分の面で見ても、まあ、綺麗にできるんじゃないのかなと思いますけど、ただこの動画だとね、この1分ぐらいのね、動画の中の尺が、実際の実作業ってなってると、やってる時間は2時間、3時間から5時間、6時間、7時間ぐらい回ってることもあります。それは車の大きさとかね、ガスの入る量によって、またその作業時間が全然変わるんで、まあそういったのを考えた時にね、やはり時間は1日かかってするんで、この9回が、じゃあ18回になり、ね、27回になりってなると、さらにね、時間はかかっていくっていうところなんで、まああとはお客さん側の時間ですね、まあ何時に返さなきゃいけないか、一泊する人とかだったら、まあわりかし余裕があるんでね、まあ、その状況を見たら多くするっていうこともあり得るかもしれないかなっていうところですね。まあ、とりあえずはこんな感じで施工して、まあ、9回目ですね。これでフラッシングが終わります。で、フラッシングが終わったら、古いコンプレッサーオイルですね。こちらの方が出てきてますので、まあ、色味としてはやっぱちょっと汚いかなっていう感じですね。で、こちらの汚れたコンプレッサーオイルが出てきてますので、真油の方ですね、を入れて。そしてガスですね、満タン。添加剤分のガス量は引いてます。添加剤のメーカーによって入ってるガス量、添加剤の量はバラバラなんで、そこはカンカンの裏で入ってるグラム数であったりとかを見ていただければと思いますね。で、こちらは添加剤ですね。充填していって、左上の数字が0になったら作業は完了ですね。そして吹き出し口温度は、どのくらいですか、6.2 度ですかね。まあ、こんな感じに、ね、なってます。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。こちらのね N ワゴンの、CVD エアコンエバポレーターの清掃でしたね。で、エバポレーターの清掃はちょっと突然のイレギュラーで言われたんですけど、まあ基本的にそれには部品がいらないんで対応可能っていうのは可能です。ただあとはその日のやる作業によっては時間が取れないっていうこともあります。で、まあね、アクセス自体はそんなにめんどくさくはなかったんですけど、ただ経路がね、細いんで、持ってるジグによっては、ちょっと侵入できなかったりとかっていうこともね、あるんじゃないかなと思いますね。とりあえずはね、できました。で、最後に抗菌剤をするときに、いつもだったらボトルタイプでいくんですけど、やはりうちのもね、ノズルが太いんで、ね、それだったら細い方ので、綺麗にまんべんなく塗れるようにね、ちょっと別の抗菌剤の方を使用しての抗菌をしました。そして、エアコンの方ですけど、冷えはね、まあ、ちょっとだけ冷えるようになりましたね。でもともと今日寒いっていうのもあります。で、あとね、エアコンガスもそれなりに入ってたと。ただコンプレッサーオイルは汚れてたんで、まあ作業はねしてもよかったんじゃないかなとは思ってますね。そして CVT、ホンダのねこの手のミッションのイメージなんですけど、まあよくまず一つ目に言うのが無限鉄粉ね。でその次にねあるのがね、レスポンスがめちゃくちゃ悪いんですよね。ギアチェンジした後のレスポンスが悪いとかっていう感じ。ね、サムさんとこもね台車で N1 が1台あるんですけど、もうギアをガチャッチ変えた後にドンと繋がるまでがちょっとねレスポンスが悪いみたいな感じのがあるんですけど、まあ、その辺もねやっぱこの車も入庫した感じが同じような感じだったんですけど、ちょっとなんか速くなってるような感じはしますね。で運転した感じもねレスポンス良くなってるんじゃないかなというのはあります。で走行距離5万キロぐらい、まあ5万キロぐらい行ってたかなぐらいの距離なんですけど、相変わらずこの CVT はやっぱ無限鉄粉ですね。1回目交換をして、で交換をしたらね綺麗になるんですよ。やっぱり時間を置くと真っ黒になると。でその感じで3回目までやって、でそれで時間経ったらちょっと黒くなってたんですけど、まあとりあえず今回は5
ここで一旦やめて、また次の交換とか来ればね、その時にやった方がいいかなっていうところで、あとバルブボディで下ろして、この手がねめんどくさいんですよね。下ろすまではいいんですけど、あのケースのねミッション側の上側に、あの要はギアを動かした時のロッドみたいなのがあって、でバルブボディ側にもそこを合わせないと乗せた後にあのギアチェンジをしてもねギアが変わらないっていうトラブルが起こるんですよね。でバルブボディのタイプも2種類あるんで、1個はあのミッションケースの端っこ側についてるやつがあるんですよ。それだったら、ね、あの手を入れてこう動かしてはめることができるんですけど、これはね位置を合わせとかないとはまらないんで、そこをミスらないようにっていうところが大事です。だからまあはめた後に横にロッドがあるんで、そのロッドを動かしてみて動くか動かないかっていうチェックですね、まあ、しましたね。であとフィルターも変えてストレーナーも変えてっていう感じで、まあ、3セット回してもちょっと黒くなったけどまあいいかっていうところで SOD1 入れて、でもねあのしっかりとレスポンスよく動くようになったんでね、いいんじゃないかなと思いますね。で今回はねこちらの N ワゴンを広島県からご来店の方の作業をしました。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。